なんだ、お久しぶりです。で、何日ぶり？1週間ぶりぐらい。あれからどんぐらい経ちましたっけ、バーベキューから。結構経ったんじゃない？お盆前だもんね。3週間ぐらい。うんうんうん。まあ、それで暑い最後を迎えたわけじゃないですか。というと、はい、うんうんうん。なんかそれ、まあ、実際そのくらい期間行ってどうなのかなっていうのが気になって。ああ、いなくなってからってことね。はい。いやーね、えらい。あ、そうなんですか。うん、2人分だれね、あいつは。2人分ですか。2人分の動きするから。あ、マジですか。え、今日翔くん2人で現場入ってるのもそのせいですか。そう。あ、マジですか。1人おらんからね。はいはいはい。この後もう1件組み立て行かなかんだけどさ。はい。だってダッシュでやって、もうあとシートなんだけど。はい。あいつが追ってくれたらもうちょっと休憩できたかなって感じ。あ、結構痛いんですか。じゃあ、いや、だからあいつがおらん分、もう応援で常駐日本人2人呼んどんだ。あ、そうなの。ブラジル人か。あー、はいはいはい。そう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 。もう今はもう大変でも。人が欲しい。一徹がやばそうっすね。一徹やばいよ、ほんと。お前入ってよ。え？お前入ってよ。マイナス3人分ぐらいっすね。金は払わんよ。あ、一番。の代わりになる人が欲しい。じゃあ結構できる人じゃないですか。まあ育てようと思っても、あいつの性格もあるからさ。はい。あいつにはなれんと思う。あ、そんな結構優秀だったんですか。僕全然わかんないんですけど、うん、すごいよ。すごい。何やってたんですか、僕は。別に何もやってねえよ。いや、嘘っすね。僕わかりました。もう嘘つくとき。何が、何もやってねえよ、俺。本当に何もやってない。マジ何もやってないですか。まぁちょっと、県外行っとったぐらい。この時期にですか。まあ、だけど、外外出してないからね。え、どういうことですか。外出なんだけど、はい、ちゃんとマスクとかして、はい、新幹線乗って、はい、遊びに行っとった。だって向こうでは外出て行ってない。どこ行ってたの。全部飯もまあ作ってもらったり。作ってもらったり。あとまあウーバーイーツ、はい、かな。作ってもらったりということですか。え、もういいって。マジですか。春ですか。ついに春が来たね。マジですか。できてる。いつから。いつから。もう2ヶ月ぐらい。2ヶ月爆速恋人募集企画みたいな。俺関係ない。あ、関係なくて。うん。どっち。違う あれには別にそういうのなかったよ。その1ヶ月後ぐらいにあっちから連絡来て。え、それはもう元々の知り合いなんですか。違う。ファングイってことですか。言い方が悪かったっす。言い方が悪かったっす。ファン食いじゃないよね。とは別にね、別に付き合う前は別に手出してないし。はい、うん、手出してない。本当だよ。ほんとほんとほんと。え、ファンのことそういうことですか。うん、だから普通に付き合ったよって恋人としてね。別にセフレだったらまずいじゃん。はい。セフレとかで。できたんすか。できた。ちょっと恥ずかしくなってきました。嬉しい。嬉しいです。ありがとう。県外なんですか。兵庫。兵庫。めちゃくちゃ遠いっすじゃないですか。うん。はい。でもそんな頻繁には会えないですよ。そう。うん、会ってない。あっちが最初来てくれて、はい、で話して、でその後またあっち来てくれて、はい、でその時付き合って。はい。でそこから俺が2回あっちの実家行っとる。実家？ちゃんとお母さんにも。マジっすか。マジマジマジ。実家っすか。実家だよ。早くないっすか。だって遊ぶとこねえじゃん、コロナだし。まあまあそうっすけど、愛知何もすることないでしょ。愛知はないっすね。実家。そう、お母さんと一緒にご飯食べて。マジっすか。そうだよ。もう全部わかってるってことですよね。わかってる。お母さんからあ、ファン食いの子だみたいなレッテルが貼られてる人っすよ。お前殺せよ、お前。それに言わんでしょ、それは。知ってるんですか、お母さんは。その翔くんが YouTube 出て。うん。これ見てるってことですか、じゃあこの動画。いや、お母さん見てないんだよ。あ、じゃあそう、彼女さんは。うん。あ、見てる。恥ずかしいよ、もう本当に。すごいですね、YouTube やっててよかったですね。じゃあ、そういうことか。なんだ、全部繋がりました今。なんで。
あのミッチーくんのドッキリの時に、え、なんか YouTube やっててよかっただろうみたいな、女の子られるくるがやみたいなこと言ってたじゃないですか。そうだね。あ、そういうことですか。そういうことですか。まあ、そういうことじゃない、やっぱ仕事にもつながっとるで、はい、YouTuber それが一番で、何の目当てじゃないし、つながりました全部。あ、じゃあもう行ってないですか。じゃあキャバクラとか行った。え、行ったよ。ちょっと待ってくださいね。ん、別にだって公認だもん。あ、え、あ、公認なんですか。本当の、どうぞどうぞ、ちゃんと、はい、ちゃんと言うし、はい、じゃあ別に LINE 見せればいいんだけど、はい、そう、本当に言っとる。嘘つか。キャバクラにですか。キャバクラ行くよ。あ、もう公認で。そう、はい、最近、最近はいつ言ったんですか。最近は一昨日。なんて呼び合ってるんですか。ちょっと太気味で。普通の下の名前だよ。え、何ポンみたいな感じじゃないですか。こっすよ、ユーポンみたいな。なんでユーポンなんとかじゃないですか。違う、キモいでしょ。え、別にノーマルなんですか。ノーマル。そうですか。ゆうちゃんってキモいよね。俺がこうやって言っとったらね。いや、嘘だよ。なんで俺だけ全部晒さなあかんの。ショックだけ。俺だけやん、なんかそういうネタがあるの。みんな噛んだとこ絶対あるのに話さんでしょ。はい、なんで俺だけやんのか。でもリュウシ君も結婚は晒しましたよ。結婚はいいことやん。別に彼女ができるのいいことじゃないですか。あ、まあね。めちゃくちゃ面白いですね。なんか面白くねえよ。え、お餅はもうずっと一緒にいたんですか。ずっと一緒。何やるんですか。ずっと一緒。セックス。しかねえやん。四六時中ですか。いや、そんなしてない。朝、夜、朝、夜ぐらい。え、じゃその間は何やってたんですか。ずっと映画見とった。あ、見たりゆっくり。あれですかね、もう三大欲求をただただこなすだけの日々を過ごしてたってことか。うん、睡眠欲と性欲と食欲を。そうそう。あ、すごい。どこが好きなんですか。え、性格。やっぱ女は顔じゃないんだ。女はやっぱ性格だよ。あ、性格ですか。うん。いや、顔は多分もっと可愛いやついっぱいあるよ。はい、そこら中にね。はい、だけど全やっぱそういうのじゃないじゃん。そういうのじゃないですね。うん、やっぱり。最後何かありますか。愛の言葉。やめよ。直接言うから。ちょっとお願いします。いやだって。お前本当にもう動画終わったら覚えとけよ。はい。なんか ないですか本当に。いや、ないよ。でも僕バンジー飛ぶ前行ったんで、なんか。何？僕バンジー飛ぶ前に。じゃあバンジー用意してくれたらちゃんと言うわ。バンジーね。そういうことですか。ああ、バンジー用意して。じゃあ、まあ、とりあえずおめでとうございます。ありがとうございます。よかった。ちょっと心配しましたので。本当？なんかあの人形でも買い始めるんじゃないかなと思って。なんだっけ、なんて言うんだっけそれ。ラブドールですか。そうよかったです。はい、まあ、とあとトゥーの穴。そうだね。まあ日本人募集してますんで、はい、お願いします。お願いします。とりあえずまあ条件はないんで、とりあえず面接から。はい、そこでやっぱ仕事できなくても人柄で、はいはい、それで決めちゃうんで。結構来てるみたいですね。でも今そう、まだ、うん、もっと大きく会社大きくしたいから。はい、人は欲しい。そうそう、まあ関東もあるんで。そうだね、関東マシバは足りてないみたいなんで。らしいね。私もぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあ最後にラブベール、はい、ないわ。はい、はい、じゃあね、また見てね。もういいよ、もうないから。もう LINE で言うから、ちゃんと電話してくるわ。電話してくる。ちょっと LINE 見してください。いやだって。写真見してください。もういいって。もう早く帰れ。 LINE 見してください。ちょ無理。写真見たいです。ないって。ちょマジない、マジない。最初のインスタのメッセージ